高尾市高尾市立図書館高尾市立図書館総館高尾港足島新湾区高尾市立図書館総館1階総図広場3階吹き抜け部の階段4階パブリックアートエリア屋上の新湾花園高尾市立図書館総館は台湾高尾市前鎮区にある市立公共図書館の総本館地上8階地下1階建てで100万冊の蔵書を収容する計画 フロアごとに建設時の大口寄付者の人名が付与されている。行政法人高雄市立図書館が管理し、その事務局もここに置かれている。市の都市再開発事業、アシマシンワンクエディア内での五大公共インフラの一つとして13.8億入台ワンドルを投じて整備された。2014年に完成、翌年から正式開館した。前日。 10時22時月曜日総関広報。サスペンション構造によるケーブルが全体に張り巡らされている。総関を参観した相当最英文総関広場新総関は、敷地面積約2万平方メートル、建屋面積5262平方メートル、総床面積約37232平方メートルで、 フロアあたり67.2メートル四方の正方形で四隅にコアの支柱を配している。支柱とそれに支えられる屋上床板からの吊り構造で床を吊り下げる特殊工法で通常ならフロア内に直径90センチ級の多数の支柱や量が必要なところを直径6から12センチのケーブルだけで同等の強度を得ることができ、この結果外壁面の窓も サッシだけの全面窓となるなど、各フロアの視界は開けたものとなっている。フロア中央には、地上から屋上庭園まで逆円水上に穴が開いた吹き抜けで、地上階は高さ7.5メートルの広大なコンコースとなり、外観は各階に木製を植えるなどで、直射日光を遮るなど、グリーンビルディングを採用している。進行路に面した北側は、 奥行き40メートルの広場を確保して、祭事に役立てている。地下は国内初となる国際絵本センターと自動劇場が設置されている。7項目のグリーンビルディングの指標を満たしている。屋上の空中庭園がエコ建築を成しているだけでなく、中央の吹き抜けを介して大量の自然光を取り入れ、庭園と地上のコンコースが空気の循環を生み出すことで、 自然換気の効果も有している。外気温が摂氏26度で自動的にセントラル空調のオンオフが切り替えられる。などが世界初、台湾発の事例となっている。第2期事業として、マイス用施設と文化創造産業のコンベンションセンターを増設する計画があり。 新総館の南側に敷地面積6,554平方メートル、総床面積約4万2,000平方メートルの別館が整備される。文はじめ会館は高雄市政府と国内生命保険大手の台湾人事による合同事業でボット方式によって建設、運営される。建物は地上27階、地下6階の高層ビルで書店や飲食店、 映画館と238室の宿泊施設が含まれる。2016年12月18日に寄港し、2020年に開業予定。ボット採用により新創館の運営費用の不足をまかない、また隣接する高尾展覧館の研修、宿泊施設を兼用する。これによって文化創造産業都市を形成し、 高尾を海洋都市、文化創造都市へと変えていくことが期待されている。ありがとうございます。